はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、 KC 前考察サイバードラゴン編ね、やっていきたいなと思います。でサイバードラゴンなんですけれども、まあチーム内にね、めちゃくちゃいつもサイバードラゴン使ってる人がいたので、その人とかにね一日中ちょっと質問とかをしまくって、作ったものになります。なんでわりかし結構ボリューミーでして、一応どんな感じの内容かっていうと、こういうことやっていくんですよ。まず一番最初、サイドラってどういうデッキっていう風なレビューをする、まあ相性表とか見たりね。でテンプレ構築の紹介で、その後、まあ、入れ替え候補の汎用札、例えば環境こうなったらこれがいいよとか、そういうのとかあると思うんですけど、それとかあと基本的な動き、例えばフュージョンゲート絡めた動きだったりだとかっていうのが、まだ知らない人とかももしかしたらいるかもしれないんで、これからサイドラ使う人とかは特にね、なんでその辺を話していったりだとか、あとはキムラティックオーバードラゴンをうまく使えるかどうかっていうのは、ちょっと僕が勉強した感じ、まあ一番大事な要素じゃないかなと思ったんですよね。なんでその辺話していったりだったりだとか、ホムラガミプラス1伏せをこのハンドでどう超えていくか行くかっていうところの伏せ読みの方法だったりだとか、その辺とかですね。で特にキメラティックオーバーをうまく絡めていくと、例えばドラグニティの、先行でアスカロン立てられたドラグニティをワンキルしたりだったりだとか、長老カンナから入ってきて、除外ゾーンにウィンダ2体ある、状態をワンキル取ったりだとか、あとはそのホムラガミを上からぶん殴ってワンキル取ったりだとかっていう、なんか今聞いただけでもね、すごく夢が膨らむような、シチュエーションとかっていうのが結構今あったと思うんですよ。なんでキメラティックオーバーっていうのはすごくエースモンスター、まあ、サイバーエンドもそうだけど、キメラティックオーバーをうまく使うっていうところをこの動画では、まあ、届けていきたいなっていうふうに思ってます。あとはこの反動の時に何をサーチするかっていうことだったりだとか、対面環境デッキの立ち回り、この辺とかを話していきたいなと思います。はい、ではまずはサイドラのレビューからなんですけれども、まあ基本的にサイバードラゴンの相性表っていうのはここに書いている通りかなっていうふうには思います。まずガール召喚獣だったりだとか、あとブラマジ天気だったりだとか、罠を構えるデッキに対してはもう無限に強い、まあ、それがサイバードラゴンのいいところかなっていうふうに思います。で KC の隠れ強枠として僕挙げてるのは、この奥の4つかな、天気、ドラグ、月光、霊獣、まあ、割といい感じで目をつけれてるとは思うんだけど、まあ、この辺のテーマに対して特に月光が流行った時に強いっていうのはいいかなっていうふうに思ってます。まあ、苦手だったウィッチクラフトがいなくなったことによって、まあ、三角印がついてる相手ってここいると思うんですよ。比較的多めに見えるんだけど、この三角がついてる相手に対しての勝ち筋っていうのはしっかりあるというところもサイバードラゴンのいいところです。で特にサイバードラゴンは、まあ、これサイバードラゴンだけじゃないんだけれども、まあ、なんだかんだ言って連度が高い、すごくめっちゃうまいサイバードラゴンっていうのはまだまだ少ないと思うんですよね。まあ、国内とかだったら例えばアクトさんだったりミリオさんだったり、他にはまあ笑いさんだったり、あとまあ春さんとか神沢くんとか八田くんとか、まあ、何人かね、あとキムリョウさんとかかが結構サイバードラゴン、まあ、エクスカリバーさんとか、なんかもう言い出したらきりないからちょっとごめん、ここで終わるんだけど、まあ、何人かいるんですよ。ただ、全員がそのレベルなんかっていうと、その人たちのサイバードラゴンと他のサイバードラゴンっていうのは、まあ、ちょっと一線あるかなっていうふうに思ってます。だから、これどういうことが言いたいかっていうと、例えばクリストロンとかカタリシラヌイとかカラクリとか使っててサイバーには勝てるって思ってる人とかって結構おると思うんですよ。まあ、確かに相性的には有利かもしれない。でも思ったよりそこまで差はないよっていう、上手い人のサイバードラゴン相手だったら、それ踏み越えてこられるんだみたいなこととかって結構あると思うんですよね。なんで、連動が上がれば上がるほど三角だけど戦えるっていう、そういうデッキになっていくんじゃないかなと思います。まあ、トレンド的にね、ちょっとドラグニティの局所とかが嫌だったりとかするので、まあ、その辺をどういう風に対策していくべきなのかっていうところを、まあ、僕のね、考えとかは後で話していきたいなと思います。でテンプレ構築の紹介、これはですね、クジカエルさんっていう方が作っているサイトにあった、直近の入賞レシピ、まあ、準優勝だったかなっていうのを、紹介させていただきます。これサイバー流奥義で、サイバードラゴン1、プロスサイバー1、で、サイバードラゴンコア3。このモンスターの比率が、日本だったら特にテンプレかなと思います。確か、ミリオさんっていう方だけ、サイバードラゴンをフィア抜いて、ここ2枚なんですよ。こっちの方がサイバーツインドラゴンを出しやすいんですよね、除外ゾーンから。まあ、そういう風な優位性とかはあるんだけれども、一応これがテンプレかなと。で海外だと、フィアとサイバードラゴンの枚数がもうちょっと多め。の構築とかもよく見ます。でコズミックサイクロンとあとクモツがしっかり入っていて、他のカードはフュージョンゲートね3が結構多いんだけど、これは2だねっていう風なのが結構主流かなと思います。で
日本だとカナディアとか銀幕とかデモンズチェーンとか DD クローとかっていう風な、まあ、妨害札系が結構人気だと思うんですよ。でも海外のとあるサイト見て入賞レシピ見たら、そういう風な札っていうのはほとんど入ってなくて、妨害札はクモツぐらいかなっていう。他はもうコズミックサイクロンとか宣告者とかもガンガンライフを減らす系のカード、その辺が多かったなっていう風な、印象を受けました。でまあコズミックサイクロンって俺昔は別にコズサイ一発打っても変わんなくねって思ってたんだけど、あの実はライフを3000にする、3000減らして残り1000にするっていうことがサイバードラゴン目線ワンキル取るタクが増えるっていうことをちょっと勉強してるうちに気づいてね、なんでコズミックサイクロンも結構重要なファクターなんだなっていうふうには思いました。なんでその辺とかも話していきます。で次ですね、さっきの動画の話で言ってた、入れ替え候補の汎用札、これに関しては、まあ、この辺が特にいいんじゃないかなと思います。で、各環境テーマに対しての立ち回りっていうところで、今さっき相性表に出したテーマ全てにの、勝ち筋っていうのを、全てに対しての勝ち筋っていうのを書いてるんですよ。でその時に詳しくは説明しようと思うんですけど、大体この辺かなっていうふうには思ってます。まあ、あのここに書いてないカードの中で、まあ、皆さんが新しく発見してくるカードっていうのはあるかもしれないんですけれども、まあ、大会とかを見ていると使われるのはこの辺かなと思ってます。では、基本的な動きの解説なんですけれども、フュージョンゲートを絡めた動きですね。オーバーロードフュージョン、サイバネティックオーバーフローだね。で、3枚破壊をするっていうことが基本的にできまして、まあ、どういうことかっていうと、例えば、サイバードラゴンコア召喚で、これ、フュージョンサポート取ってくるじゃないですか。フュージョンサポート使えば、ライフ減らして、プロトをこうやって2体沸かすじゃないですか。で、後ろにオーバーフローと宣告者とかを、まあ、ブラフでセットしてフュージョンゲート手札に持っとくっていうのあるんだけど、これだったら、まあ、2枚しか破壊できないんだよね。じゃなくて、この時にもうフュージョンゲート使っちゃって、で、サイバードラゴンコアとプロスサイバードラゴンでシュンシュンってあの除外ゾーンに融合して、あ、ランページないわ。はい、ではちょっとキメラティックランページドラゴン取ってきました。で、ランページドラゴン作ります。で、ランページドラゴン効果で、例えば、このサイバードラゴンフィギュアと、普通のサイバードラゴン、ここ2体墓地に落とすとするじゃないですか。そうすると、こういう風にすると、除外ゾーンに、ごめんなさい、フィールドにいるのがプロスサイバードラゴン。で、墓地にいるのがフィギュアとサイバードラゴンっていう風な布陣で、オーバーフローで3枚破壊できるんですよ。さっきのは2枚破壊だったんだけど、こっちだったら3枚破壊、みたいな感じのこととかにもできます。でまあ、場合によってはね、こういう風にランページをゲートからもう早めに出して、構えていくっていう風な選択肢があるかないかで、勝率っていうのも変わってくると思うので、まあ、具体的な部分までは今回は言及はしないんですけれども、覚えておいた方がいいとは思います。あとキメラティックオーバードラゴンを絡めた動きっていうところを話していきたいと思います。例えば高校ハンドでこういう風なハンドだったとするじゃないですか。そういう時に、どういう風にしていくかっていうと、よいしょっと、まずねサイバードラゴンコア出して、このサイバーロードフュージョン取ってくるじゃないですか。で手札がこうなりますと。でフュージョンサポート使って、はい、ライフ減らします。でプロトサイバーを2体よいしょと、こうやって沸かせるじゃないですか。こういう風にね。でフュージョンゲート発動で、フュージョンゲート効果でまずランページ作りますね。この2体を除外して、ここ墓地です、除外ゾーンです。ランページドラゴンを融合召喚で、ランページドラゴン効果でポロンポロンって、じゃあ2体落としましょう。じゃあこの2枚かな、この2枚落とします。フィアとサイバードラゴンで、またフュージョンゲート発動、サイバネティックフュージョンサポート使ってるターンは1回だけ除外ゾーンを融合素材としてできるので、この2体を取り除いて、2体目のランページドラゴン出します。で、ランページドラゴンでポロンポロンって、じゃあコアを2枚例えばこうやって、はい、1枚2枚と落とします。これでまあ殴りに行ったりとかするじゃないですか。で、盤面バンバンって入った後にサイバーロードフュージョン使えば1,2,3,4,5,6,7 7体を巻き込んで、こいつらを消してデッキとかに戻して、キメラティックオーバードラゴンを出すことができます。キメラティックオーバードラゴン取ってきますわ。はい、ではちょっとキメラティックオーバードラゴン取ってきました。で、ここ 1,2,3,4,5,6,7
4567体のモンスターを巻き込んで、融合召喚キメラティックオーバードラゴン、これで785600の攻撃力のキメラティックオーバードラゴンをドーンって作って最後フィニッシャーにすることもできるわけです。でまあもちろんここよいしょと、ここでサイバードラゴンフィアとサイバードラゴン落としてるときに、これサイバー、ランページドラゴンじゃなくてサイバーツインドラゴンでもいいわけです。まあ同じようなことができますね。なんでこの、キメラティックオーバードラゴンを絡めた動きっていうのはいいと思います。でちょっとこの時に、さっきのあの長老カンナとかのこの辺の話とかっていうのを応用編でやっていきたいと思います。霊獣の長老カンナをどうやって倒していくかっていうところを話していったりだったりだとか、アスカロン、先行アスカロンをどうやってワンキルしていくかだったりだとかっていうのをまずは話していきたいなと思います。でその時にこのテンプレ構築見ていただいたらわかるんですけど、あのキメラティックオーバードラゴン2の、チャリンコペアサイクロイド1になってるじゃないですか。これ結構深い意味があるんですよね。ランページとかだったらを3にしてももちろんいいですし、サイバーツイン2にしてもそこはそこでいいところもあるんだけど、ワンキルの取りやすさっていう意味ではこのキメラティックオーバードラゴン2のチャリンコ1がめちゃくちゃ最高です。じゃあどうやるかっていうところを話していきます。はい、じゃあね、霊獣の、長老カンナムーブされた後に除外ゾーンにウィンダ2枚溜まっていて、で融合ペトルフィンがいるよっていう風なパターン、これどうやってじゃあキルワンキル取っていくかっていうと、まあちょっと想像してみてください。ここに、融合イルカがいます。で除外ゾーンにウィンダウィンダ長老カンナがいるみたいな、まあそんな感じの状況を想定してみてください。まずですね、このハンドどう動いていくかっていうと、ちなみに今からすぐにもう答え言っていくんで、考えたいなっていう人は一回一時停止とかしてもらえると助かります。じゃあ行きますね。まずはじめにこのハンドで、高校のハンド、ワンキルするためにどうやって動いていくかっていうと、サイバーニティックフュージョンサポートを打ってライフを2000減らします。でその後コズミックサイクロンを相手の伏せに打ちます。伏せがなかったらサイバーニティックフュージョンサポートにチェーンしてコズミックサイクロンを打ちます。これでライフを3000に減らします。ごめんなさい、残り1000に減らします。で、この状態だったらプロトサイバードラゴンを3体沸かせることができますね。どうやって沸かすかっていうと、はい、1、2、3と沸かすことができますね。でこの後にフュージョンゲート打ちます。でフュージョンゲート打って2体除外します。これ除外、上除外ゾーンと思ってください。でランページ出します。で、この後サイバードラゴンコア出します。で、融合を取ってきます。融合どこだ、融合どこだ、融合どこだ、あったあったあった、融合を手札に取ってきます。で、ランページドラゴン効果で、まあ、フィーアとサイバードラゴンあたりを墓地に落としますと。よいしょ、よいしょと。こう。だから今、墓地はこんな感じね。で、この後にフュージョンゲート使います。1、2、3、4、5。合計5体のサイバードラゴンを巻き込んで、除外して融合召喚します。じゃあ5体で何を出していくか。そう、キメラティックオーバードラゴンです。で、キメラティックオーバードラゴンは素材にした数 ×800 のですね、あれをいけるので、5体巻き込んだので攻撃力4000の5回攻撃前になります。この状態でまず、オーバードラゴンでイルカに攻撃。じゃあイルカがウィンダウィンダに分かれてきますね。でウィンダ一発殴ります。でウィンダ破壊された時の効果で、なんか融合体になります。でその融合体に対して2回目殴りに行きます。2発目ですね、2連打と。でそこ破壊します。で3回目ウィンダに殴りに行きます。3連打ウィンダがじゃ融合体になります。で4連打この融合体に殴りに行きます。融合体分離して長老艦内になって長老の方に4発目を殴ります。で艦内に対してバーンって5連打ってかまします。 OK、 これで盤面全部なくなったね。全部なくなった後に、はい、サイバーロードフュージョンです。1、2、3、4、5、6、7、そして8体のモンスターをすべて墓地に送って、墓地じゃない、ごめん、デッキに戻して、キメラティックオーバードラゴン2体目特殊召喚。これで、こいつが8体巻き込んで7200でございます。ごめん、8体だね。8×800 は、ごめん、6400だ。6400のキメラティックオーバードラゴンを作ることができます。で、そのキメラティックオーバードラゴンで攻撃と。そうすると、ワンキルになるわけですね。これが霊獣の対面長老カンナ編でございます。
これでね、あのワンキルできるんで、だからキメラティックオーバードラゴンが2体いた方がこの霊獣相手にいいんですよね。で次ドラグニティ、あちなみにあのホムラガミもこの後やります。あのホムラガミもう一個ね、実はチャリンコっていうルートがあるんですよ。ドラグニティ先行アスカロンが、まあ、立ってますと、攻撃力3300、守備力3200と。じゃあこれどうするか、さっきとまあ似たような感じなんですけど、サイバーティックフュージョンサポート打ってライフを2000減らします。コア出します。これ取ってきます。でプロと2体沸かします。ここまではさっきと一緒ですね。はい、プロと2体沸かしますと、さっきと一緒です。でフュージョンゲート使います。フュージョンゲート使ってサイバードラゴンとプロトサイバーを除外してランページを出しましょう。ランページどこだ、ランページこの辺か。ランページを出していきます。ドーンと。でランページ効果でじゃあ、 あのサイバードラゴンフィアとサイバードラゴンコアをよいしょ、2体を墓地に送ります。この状態で、フュージョンゲート1,2,3,4,5、 つまり5体巻き込んだんで4000、攻撃力4000ですね、のキメラティックオーバーを作ります。はい、もうこれはあとはもうさっきと一緒ですね。キメラティックオーバードーン作った後に、はい、キメラティックオーバードラゴンでアスカロン倒すと。で、アスカロンから、まあ、なんか出てくるやつ出します。でそいつを頑張って倒すと。で、その後に全部巻き込んでサイバーロードフュージョンで2体目のオーバードラゴンを作ると、そういう風なキルルートになります。で一応この時にドラグニティゲイボルグってやつがいるんですよ。あいつが一応マックス3800打点までセナートを除外したら上がるんですよね。ただキメラティックオーバードラゴンは5体巻き込んでいると攻撃力4000なんで上から叩けるという風な感じになります。これでドラグはやっつけていけるっていう風な感じになります。はい、じゃああとはホムラガミが立ってる時のパターンやってみますか。ホムラガミルートやりましょう。ホムラガミはね、ちょっと簡易化しますね。札とか簡易化します。まずホムラガミの後ろに、1枚カードが、伏せカードがある状態だったらまずコズミックサイクロンが必要です。ないっていう手でやっていきましょうか。フュージョンサポートを打ちます。でサイバードラゴンコアでこのフュージョン取っていきます。でプロと2体沸かせます。よいしょと、1枚2枚と。はい、でこっからじゃあさっきと違うルートで、ワンキル取りましょう。じゃあどうするか、まずフュージョンゲート打ちます。プロと2体を、除外ゾーンに置いてランページドラゴンを作りましょう。ランページはどこだ、ランページはどこだ、ランページいたね。はい、よいしょと。はい、ランページドラゴンをまず出します。で次ランページドラゴン効果でポロンポロンと2体落とします。じゃあフィーアとサイバードラゴンにしますか。フィーアサイバードラゴンを墓地に送ります。でこの後フュージョンゲート打って、はい、1,2と除外して、次ランページドラゴンにしましょう。ランページドラゴン出します。でこのランページとランページを除外します。え、ここ除外しちゃうの、何出すの、チャリンコっすね。チャリンコ出します。こいつ攻撃力1600でダイレクトアタックできるんですよ。なんでまずダイレクトアタックして1600ダメージ食らわせます。じゃあ相手は残りライフが4000-1600、2400だね。でサイバーロードフュージョン打って1,2,3,4,5,6,7,8、 6400の、キメラティックオーバードラゴンを作ることができます。で 6400-3500 殴ったら2900なんで、2900足すペアサイクルの1600で4500ダメージが入るってわけです。もう深淵の宣告者はいらないっていう風な、そんな感じでございますね。というわけで、対面ホムラガミのこと考えたら、ペアサイクロイドが1枚あった方がいいんですよね。というわけで、この構築は、キメラティックオーバードラゴンが2体いないと、ワンキル取れない相手、取りづらい相手っていうのが、まあ、霊獣とかドラグとかあるんだけど、まあ、その辺をケアしているのと、あとは、ホムラガミに対して、ペアサイクロイドが強いから、ペアサイクロイドを入れてる、みたいな感じになります。なので、この構築のエクストラデッキはかなり完成されてるんじゃないかな、っていうふうには僕は思います。まあもちろんサイバーツインとかランページとかのいいところもあるから、まあ一概に、これが絶対 100% 正解ですよってわけじゃないけれども、まあワンキルの取りやすさでいくと、これが一番いいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、結構長くなりましたね。今、このホムラガミプラス、ごめんなさい、キメラティックオーバーを絡めた動きっていうところ、話していったんですけれども、このホムラガミプラス1伏せは、ちょっとごめん、時間の関係上、割愛しますわ。
で、この時何をサーチするかっていうところの話をちょっとした後に、環境デッキの対面さ、こんだけあるんだよね。ミラー、水晶、知らぬい、からくり、ガール召喚、ブラマジ、天気、ドラグ、霊獣ってあるから、ちょっと先にこの時何をサーチするっていう、あのまろやかなやつを一個挟みますわ。これ対面いろんなデッキがあると思うので、この時はこうみたいな感じで皆さんよかったら考えてほしいんですけど、このサイバードラゴンコア、コズミックサイクロン、サイバードラゴンフィア、サイバー、サポート、このハンドの時に皆さんだったら、まあ、このフローと融合どっちサーチするかっていう。で、レシピはこれでいきましょう。これの手でお願いします。これの時に皆さんだったら何をどっちをサーチしますか。これね、答えを先にちょっと言っちゃいましょう。これは八田くんっていう人と相談して、作ってみたんですけれども、彼が言うには、相手がバランスだったり、闇遊戯だったりリシドだった場合はフュージョンを取ってくるそうです。でそれ以外はフローを取ってくるそうです。その心は、まずバランスだったらブラマジとかを意識します。なんで、ブラマジ相手にはそもそもサイバーロードフュージョン打って後ろ剥がしたらよくて、オーバーフローは必要ないから、だからフュージョンを取ってくると。でリシドとか闇遊戯とか相手だったら、まあ、罠火を想定して、それだったら後ろしっかり、潰せば大丈夫じゃねっていうところでサイバーロードフュージョンっていう風な感じだそうです。でそれ以外は早いデッキだったり、不確定要素があるからオーバーフローっていうことです。で個人的には、概ね賛成なんですよ。ただ知らない相手だけちょっと迷うなと思ってて、例えば知らないって物の部入りとかされなかったりすると、あの語りじゃないやつね、だったら基本的にはサイバーロードフュージョンを取ってきて、おいた方がね、これ取ってきておいて、で、エンドフェーズにこのフュージョンサポートも打っといて、コアプラスプロと2体並べといたらサイバーロードフュージョンで後ろ全部飛ばせれるじゃないですか。後ろ全部飛ばせれさえすれば、なんていう、次勝てるじゃないですか。手札誘発なかったら、クリボールがなかったら、だからまあそれもいいかなっていうふうには俺は思うんですよね。まあ基本的に罠系のデッキ相手だったらサイバーロードフュージョン優先して取ってきてもいいんじゃないかっていう。これなんでかっていうと、このハンドだった時にもしオーバーフロー取ってきたするじゃないですか。じゃあそうするとトップがフュージョンゲーとか、このサイバーロードフュージョンどっちかじゃないと基本動けないんですよね。 あとコアでもいいのか。これ合計7枚なんですよ、あるのが。でデッキ枚数が多分1枚サーチ入ってるから15枚になってて、7分の15を引かないといけないんですよね。15分の7か、どっちだを引かないといけないんですよね。だからちょっと期待値的に、勝率、期待値的になんか半分下回るから、まあそれだったら結構罠火系だったらサイバーロードフュージョンで攻めちゃってもいいんじゃないかなっていう風に思ったりはしますね。でこれコズミックサイクルじゃなくて、もし嵐だったら割と悩んだ時はオーバーフローサーチしやすくて、最悪オーバーフローを伏せておいて相手が何もキル取ってこなかったら次のターン嵐からオーバーフロー巻き込みは足りてなかったフュージョン取ってくれるじゃないですか。だからまあその辺は嵐が強いところだなっていうふうには思うんですよね、というふうな感じでございます。じゃあ、最後対面環境デッキで意識すること編やっていきましょうか。これはまず僕がこのミラー編だけちょっと聞いたんだけど、他は僕が考えたんですよ。なんで、もしかしたらちょっとここおかしいよっていうところがあるかもしれない。だからその辺に関してはコメ欄とかで指摘とかしていただけると嬉しいなっていうふうには思います。まず対面環境デッキで意識すること、ミラーは優先的にフローを察知するっていうことだそうです。でなんでかっていうと、相手が後ろをランページで割ってきたら、そのオーバーフローをチェーンして打って、かつそのオーバーフローのサーチまで入れれるじゃないですか。だから相手に後ろの有効札を 割りづらくさせるためにも、まあオーバーフロー伏せっていうのは結構大事な、要素なんじゃないかなっていうふうには思います。なので、サイバーニティックオーバーフローをミラーだったら優先的にサーチするようにするという感じだそうです。でクリストロン編、まず勝ち筋と有効札のところをここから話していこうと思うんですけど、まあ、クリストロンに対しての勝ち筋は先行取ったらオーバーフローを構えてチューナーを潰すと。だからクリストロン使う人は、サイバーのその動きを注意 しなきゃいけないって感じですね。で、そこ潰せなかった場合とかってどうするかっていうと、基本的にはオーバーフローを構えつつ、オーバーフロー構えてるとチューナーがいても意味がないから、あんまチューナー出してこなくてサルファクナーとかアメトリックスとかに殴ってきたりとかするじゃないですか。そういう風な状況を作り出すと。作り出して、キメラティックオーバードラゴンとペアサイクロイドをうまく使ってライフを取り切るっていうところですね。だから
ペアサイクロイドで16入るじゃないですか。で16入れたら残りライフが2400だから、例えばサルカフナーに対しては、2400以上、つまり4400以上の打点に殴ったら勝てるんですよ。でキメラティックオーバードラゴンが5体巻き込むと4000、6体巻き込むと4800なんですよね。6体以上の巻き込んでキメラティックオーバー作ればそのまま勝てるんですよ。というわけで、まあ、相手のライフを地味に地味に削って削って削っていきつつ、まあキメラティックオーバーでワンキル取るみたいな勝ち筋を狙っていくのが俺はいいと思います。で有効札としては、まあ、さっきのこの有効札サイバーの交換用の札っていうところに入っている、そっから選んでいくね、選んでいくと DD クロー、これ DD クローはすごく今回の MVP になるかもしれないです。 KC カップの、DD クローで水晶の、まあ、シトリーの、うん、対象先も潰せれるし、初動も潰せれると。で CA の宣告者はライフ削りながら相手がシトリーしかあの場にいなかったら勝てるとか、サルファクナー短期だったら一気にいけるとかっていうのがある。でクモツも墓地にインパクトがなければシトリーパーンって潰せると。でデモチェカナディアはもちろん強いみたいな、そんな感じでございます。で次、対面知らぬい編ですね。知らぬい編の、勝ち筋としては、まあ、先行でオーバーフローを構えて初動潰しだったりだとかが、まあ、クリストロンと同じで強いです。で手札が渋い時はさっきも言ったんですけど、融合を構えて物の目がいないことを祈るっていう。でアンスカだけだったらまだサイバーツインを狙うけれども、ただアンスカ立った時って大体もう相手万全な状態になってるから基本厳しくなるっていう風なところが注意が必要です。です。で、後ろが薄い時はこれちょっと途中で途切れてるんだけど、さっき言ったような、ホムラガミに対して、コズミック1枚で後ろパーンって抜いて一気にワンキル取るみたいなルートとかもいいと思います。で、知らぬいにもここも DD クローが刺さるんですよね。 DD クロー、あと、まあ、語り知らぬいにはそんななんだけど、で深淵が罠知らぬいは毒球部隊が結構入ってたり釣り点が入ったりとかするから、深淵の宣告者で先行のホムラガミだったり戦神を、処すことができればかなりいい。でコズミック嵐は、罠系のデッキに対して強いと。でデモチェカナディアがあるみたいな、もう、初動潰せれるから強いみたいな感じです。で次カラクリですね。カラクリは勝ち筋は先行でオーバーフローを構えて初動潰し、ここ一緒なんですけど、カラクリはスピード感が速いからその後すぐに融合しないと第2のイナッシが飛んできて、そのまま行かれちゃったりとかするんですよね。だからカラクリ相手には初動が悪い時はちょっとしょっぱい戦いになりがちだと思います。であとはサイバーツインとランページを作って、例えば高校取った時に相手に盤面作られちゃいました、ブレイブレイド盾盾ですと、どうするかっていうと、まあ、サイバーツインとランページドラゴンをバンバンって作るんですよ。でまずサイバーツインで、ブレイを攻撃しに行くんですよ。だいたいここでハタゴ持ってたらハタゴ使ってくれるんですよね。でハタゴで守備表示にさせられるんですよ、ツインが。で、その後どうするかっていうと追い融合、まあサイバーロードフュージョンね、パーンって打ちます。サイバーロードフュージョン打ったらキメラティックオーバードラゴンが攻撃力6400ぐらいになるんで、まずブレイ殴ります。6400-2600か3800で、ブレイドバーン殴ります。勝ちみたいなっていう風な勝ち筋を狙っていくのがいいと思います。だからカラクリでこの動画見てる人はちょっと今の巻き筋ケアしてくると思うんだけれども、そうじゃない人はなんて言うんだろう、ランページツインにならぬ時、ツインだけ守備にしたらいいじゃんみたいな感じでそこ結構スルーし止めてくることが多いので、その後ろが薄かったらそのままワンキルできます。ただ後ろが薄くなかったらしんどいかなっていう、まあコズサイとかでなんとか抜きたいねっていう風な、そんな感じではありますね。で有効札、カラクリに対しての有効札は、まあ、ハタゴクラを潰せるクモツ、あとコズミック嵐っていうバック干渉した後に今の勝ち筋を狙う。でデモチェカナディア銀幕あたりは、まあ特にデモチェカナディアは初動潰せれる、銀幕は反射系に弱いからカラクリって割とだから、その銀幕を張っておけば大丈夫みたいな、そんな感じですね。で、ガール召喚獣、ガール召喚獣はちょっとさらーっといくんですけど、まあ、先行でオーバーフローで前を飛ばしてベリーマニシャンガールとしてからね、ランページで後ろを破壊してワンキルっていうのが、まあ、メインの勝ち筋になります。でガール召喚獣は後ろはデモチェ、ドキュー、底なしがほとんどです。で海外はちょいちょい釣り点も流行ってるんですけれども、そんな感じになります。で、できれば相手のエンドフェーズにランページで、踏みに行けるとすごくいいなっていう風な感じになります。でガール召喚獣に対しても黒は、魔術を除外できるっていう点がいいです。で深淵はベリーマニシャンガールとかを落とせるのが結構いいですね。で一応ここクモツって書いてるんですけど、これ何かっていうと、まあ、ベリーマニシャンガールに殴りに行きます。でベリーが効果っていうじゃないですか、表示形式変更してモンスター1体呼んでくるやつなんですけど、その時にクモツ打ったらベリーの効果、表示形式変わんないじゃないですか。ベリーの表示形式変わんなかったら仲間呼んでこれないんですよ。だからクモツはベリーに強いって感じです。
で次ブラマジ編ですね、まあ、これも先行でオーバーフローで前を飛ばしつつランページで後ろを破壊してワンキルっていうあれなんですが、ブラマジ読みだったらバランスとかで、そもそもオーバーフローはいらないです。オーバーフローなかったとしても、後ろをねバンバンバンって割ったらブラマジ出てこないから勝ちなんですよね。で、ゲートが通ればランページからツインの動きができるから、相手は結構ゲート張るだけでナビゲ打ってくるんじゃないかなっていう気はします。じゃないと結局潰されちゃうしね。でカイクが入ってるパターンだったら、まあ、ランページを出させて後ろを割らせるタイミングでランページ、サイバー、フュージョンゲート効果にチェーンして、ナビゲート効果って言ってブラマジカイクパンパンって出して、もしかしたらランページを飛ばしてくるかもしれないけれども、まあコズサイとか嵐とかっていうのが有効札になるんですが、この辺引いてたらまあブラマジには負けんかなっていう感じですね。で先行取ったらかなりこっち有利っていう風な感じになります。で次お天気様ですね。お天気様は基本的には勝てるはずです。でスレッド、ドン天気スレッドですねがいない状態で後ろを割れば基本勝ちです。で守備2200のシエルがちょっとめんどくさいです。ただ相手は遅いんで少し初動が遅くても間に合うはずです。でそのシエルとかをクモスとかで潰せればめっちゃ強いし、やっぱコズミックとかで後ろ抜かれるのが相手はかなり嫌だなという風な感じになります。まあシエルを上から抜くってなったら、まあ、サイバーツインとかになってくるとは思います。で次対面ドラグニティですね。ドラグニティは先行でまあオーバーフロー飛ばしてワンキルっていう、まあいつものやつなんですが、これねオーバーフローを構えるときに相手のコズミック対策で可能であればフローを2枚抱えておくっていうのをできるんだったらした方がいいと思う。局所割り切りでフローは2枚抱えておければなおいいっていう、まあその後にキル取るリソースがないんだったらダメなんだけども、コズミックも割り切らないとダメなんだけどっていう、まあ基本ちょっと振り寄りかなと思います。でただドラグニティが流行る際は DD クローを入れると局所に対抗しやすいと思います。これ結構ねサイバーだけじゃなくていろんなデッキなんだけど、ドラグニティクーゼが一瞬墓地行くじゃないですか。で墓地行ってそこから蘇生してくる、そのタイミングで DD クローパーンって打てば強いっす。でキメラティックオーバーをかける2で先行アスカロンは突破できるので、まあ、それは覚えておいた方がいいと思います。さっきちょっと話したやつですね。で有効札はクロー、深淵、深淵も先行アスカロン処せる、コズミックはクーゼ飛ばせれる、でデモチェカナディはもちろん初動潰して、クモツもそう同じような感じで、クローはかなりいいかなっていうふうに思います。で、次霊獣ですね。対面最後ですね。勝ち筋はゲート使ってランページとエンドを出します。サイバーエンドドラゴンですねからの、ウィンダとかはランページで殴って、その他はエンドで殴るみたいな。で、まあ、融合体はエンドで殴るって感じかな。で、お融合。まあ、最後に融合パーンってして、勝つっていうところを目指していきます。で、墓所されないように早めにライフ削るんだったら削っておいていいとは俺は思います。ゲートからの勝ち筋消えるんでね。で、長老カンナ入りで除外ゾーンがウィンダだけだったらさっき言ったような感じでワンキルが取れます。有効札は前を潰す札がいいと思うので、深淵の宣告者、蜘蛛、この辺だとは思います。はい、では今日はですねサイバードラゴン編、決死前考察というところでまとめてみたんですが、いかがだったでしょうか。まあ、こんだけねなんかサイバードラゴンについて俺考察したりとか自分で考えたことがなかったので、まあ、かなりいい勉強になったかなっていうふうには個人的には思います。なんで、まあ、動画見ていただいた皆さんもね同じような気持ちになってもらえるとすごく嬉しいなというふうには思います。では今回動画は以上になります。参考になりましたらぜひぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。